水野明子のどないなったるねん。今日のテーマはそれでも北朝鮮はミサイルを発射するのか。近藤さん、はい、新しい情報なんですけどね、北朝鮮のミサイル発射施設を撮影した最新の衛星写真が公開されました、うん、はい、それによると専門家はこう見てるようですね、うん、ミサイルは数日中に据え付けられる可能性が高い。ああ、わかりますよね。ああ、そうなんだ、うん、さあそれでも北朝鮮はミサイルを発射するのか。今日はですね、ここで北朝鮮情勢お詳しい東京新聞編集員の五味洋二さんとお話をさせていただきます。五味さん、こんばんは。こんばんは。水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして近藤さんがいらっしゃいます。あ、どうも近藤です。よろしく。あ、よろしくお願いいたします。五味さんの5本私の手元に今ございます。これは金正男氏ご長男に独占のロングインタビューをなさって、これものすごい、インタビュー時間7時間という ね、 うね、世界的なスクープをものにされて、父金正日と私というタイトルでこの独占告白を本にもなさっている五味さんなんですけれども、はい、その五味さんがお出になるということを申し上げましたら、多くの方がもう早速質問をくださっておりますわ。ああ、そうですか。今日はまあもちろんこのミサイル発射についていろいろと伺うんですけど、まずその金正男さんにこれだけのインタビューをなさったというね、五味さんなので一言伺いたいのは、はい、アキラ2号さんっていうラジオネームの方がね、五味さんは空港でキム・ジョンナム氏に遭遇して名刺を渡して以来メル友になったということを聞きましたが、あ、そうなんですか。そうなんですね。名刺渡してメル友になったんですか。まあ、途切れたり再開したり何回もありましたけど、何か普通の人とは違う雰囲気はありましたかって聞いてらっしゃいます。そうですね、一人で歩いてらっしゃいましたけども、まあ、なんていうんですかね、まあ、服装なんかを見ると、うん、やはり裕福な生活をしている、まあ、そのロイヤルファミリーの一員だなみたいな印象はありましたね。そうですか。私このロングインタビューの内容を読ませていただきましたら、ご長男キム・ジョンナムさんがその弟、つまり今北朝鮮の未来を託されているキム・ジョンウンさんのことをね、はい、なんか私は仲が悪いのかなとかいろいろ想像してたんですよ、はい、そこのところは非常に慎重にものを言ってはるように思いましたが、どうでした。そうですね、まあ、今後継者になった三男に対してはね、はい、自分よりもまあ経験がないし、うん、まあ、自分の方が上じゃないかっていうな感じ印象でしたけれども、まあ、できれば自分も助けになりたいというふうな、うん、助けてあげたいっていうようなことも言ってましたね。まあ、それ本心ですかね。そこはね、なんと言えませんね。そしてお父さんがやっぱり弟を選んだと、はい、だけれども3代接収するということに対しては、はい、自分としては反対だというようなことも言ってますよね。まあ、その理由はね、もうご本人が亡くなってしまったんで、まあ、はっきり分かりませんけど、はい、まあ、それだけ大変な仕事だと、はい、ということをアピールしたかったのか、それとも、まあ、三男にやればね、はい、3代接収になってしまって世の中からかなり批判を受けるということを、まあ、直感的に感じていたのか、うん、まあ、そういうふうな理由からじゃないかと思いますね。そしてそれこそそのキム・ジョンウンさんがですね、何をしようとしているのかというところでミサイルの話なんですが、はい、ラジオネーム62歳の主婦さんは、五味さんにとにかくまず聞きたいのは、なんでそこまでしてみんな反対してるのにミサイルの打ち上げを強行しようとしてるんですか。そうなんですね、大体3つぐらい理由があるんじゃないかと思います、はい、まず1つ目は、まあ、お父さんキム・ジョンイルさんの遺訓、はい、まあ、残した言葉で、うん、これをやれと言われていたと、はい、それと、まあ、このミサイルの基地が新しいものでね、はあ、長い間準備をして、はあ、まあ、1900万人の人の1年分の食料に当たる
大変なお金をかけてきたと。1年分の食料のお金をかけて準備してきた。まあそういう巨額なお金をかけた、まあ、国の威信を示すためですね、はい、あとはあの打ち上げるということも改めて公表してますよね、かつて北朝鮮はですね、はい、まあ、こういうミサイルの打ち上げなので一度公表して中止した例がないと言われてるんですね。あ、一回走り出したら止まらないんですね、これでやったら、まあ、あの国内からも批判が出ると、まあ、むしろそれを強行することで我々は強いんだと、アメリカにも対抗してるんだということを逆にアピールする、まあ、この3つぐらいの理由から、まあ、間違いなく天気が許せばの話ですが、はあ、ミサイルを発射するんじゃないかという見方が強いですね。何日の線が濃いと見てらっしゃいます？あの多分これだけはっきり予告したことを見れば、はい、まず12日が最有力。あ、そうですか。4月12日最有力。12日から16日と言ってますんでね、はい、それも午前中、天気が安定する午前中ではないかというふうに見られてます。あ、そうなんだ。止める手立てはもうないと思われる。あの中国もアメリカもいやちょっと待ったよというねえことなのかと思いますが、ラジオ大好きさんっていうリスナーの方はね、中国について聞いてらっしゃるんですね、中国は表向きには非難してますけど裏では北朝鮮と話し合いはもう進んでるんですかね、どうですかこの裏はって聞いてらっしゃいます。中国の指導者は今回の問題について遺憾だと、遺憾だとは言ってるんですが、他の国のようにですね、国連の決議、かつて北朝鮮が弾道ミサイルの技術を使った打ち上げをやってはいけないと決めた、その決議に違反してるって言ってないんですよね。残念なことだとは言ってるんですが、はい、今日までですね、例えば政府の高官が平壌を訪ねて、直接その中止を申し入れるということもないんですね。ですから、まあ、批判する姿勢は見せつつも、最後の最後は北朝鮮サイドに回るんじゃないかと。今北朝鮮を混乱させるのは、はい、まあ、国が接している中国にとってマイナスになるというふうに判断してるんじゃないかと思われてます。近藤さん、はい、近藤さんどう見てはるんですか？五味さんね、ええ、いわゆる日本政府が自衛隊にその破壊措置命令とかね、まあ、なんて言うんでしょうね、いわゆる準有事って言いますか、はい、なんかそういうこの動きの中でこう何かしらこう危機感が煽られてて、これって割に当たり前みたいに皆さん受け止めてるのかどうか、なんか僕の中ではちょっと違和感があるんですけど、どうなんですかね。そうですね、かつても日本はですね、はい、北朝鮮の核実験とかミサイルをテコにね、はい、そういうふうな軍備を拡充してきたケースがあって、今回も一応建前は人工衛星と言ってますね、うん、それとルートも日本のほんの一部をかすめるだけで、まあ、最悪のケースに備えるということはいいんですけどね、はい、むしろこれに過剰反応すると、うん、他の国がね、日本は何を考えてるんだろうと、うん、逆の狙いが何か別の狙いがあるんじゃないかという、うんうん、疑心暗鬼を生んでしまう可能性もないか、うんうん、あるんではないかと、まあ、北朝鮮の狙いもそういうところにあるのかもしれませんけどね。いや僕なんか、そうそう、北朝鮮の狙いのある意味思うつぼの中に入ってんじゃないかみたいなね、なんか最初からそんな気がしてたんですけど、そこはちょっと私よくわからないので教えていただきたいんですけど、はい、つまり例えば他の国、アジアの国などが、日本がその軍備をどんどん拡充していこうとしているということで、日本に対してどうやねんって思われるよっていう、その懸念っていう意味ですか？例えばですね、はい、まあ実際に PAC-3 とか SM-3 などを発射した場合ですね、はい、つまりイージス艦からこう迎撃していくミサイルですよね、北朝鮮が飛ばしたミサイルを、ね、撃ち落とすって言ってるんですよね、はい、なかなか技術的には難しいと言われてるようですけどね、はあ、実際こういうふうな行動を取ればですね、はい、かえって日本に対してね、うん、まあ
こういうことが日常化するんじゃないかとか、例えば韓国とか中国とか、はいはい、逆にもうこの北東アジアの中で日本に対する見方が厳しくなってしまうような、そういう可能性もあるんじゃないかと思いますね。それがもし北朝鮮はそこも含めて思惑の中に入っているとしたら、まさに日本はなんかそっちの方に今進んでいこうとしてますね。